はい、皆さん、こんにちは。今回はですね、ちょっとスライド形式でお伝えしようと思います。基本的にはスライドなんですけれども、まあ、必要に応じてですね、まあ、映像バージョンもですね、えー、流したいというふうに考えております。えー、今回はですね、池袋駅についての話です。えー、池袋というのはですね、まあ、JR 線であれば山手線、運転系統も含めれば、埼京線、湘南新宿ライン、東武東上線とか西武池袋線などの大手施設の路線も乗り入れて、 東京メトロもね、大手施設ですけれども、丸の内、有楽町、そして福都新線、まあ、そういうね、数多くの路線が乗り入れている、まあ、東京を代表するターミナルとして、多くの人から知られています。まあ、場所が場所なんでね、まあ、埼玉県民の方が多く集まる場所としても知られていますけれども、まあ、池袋というのはですね、まあ、東京にはもうなくてはならない町というふうに言っていいと思います。 ししかしですね、東上線西武線そして山手線当たり前のように現在は池袋に乗り入れていますけれども実は池袋駅には乗り入れないそういう計画をしていたんです山手線東上線西武線はですねもうお互い何も関連性なく歴史を刻んでいきました そのためつつずつ見ていく必要がありますまずはですね、まあ、東武東上線ですね、まあ、下板橋を境界にしてですね、まあ、違う法律のもとで線路が敷設されえ、そのためね、下板橋には現在でも0キロポストというね、まあ、距離表の起点が存在するということで知られています。 そのため、下板橋から池袋方面にかけては、距離表の値がですね、負の値になっているんですね。まあ、これは同じ東武線のスカイツリーライン、北千住よりも浅草側でも同じことになります。え東上線はですね、もともとは、東武鉄道の路線ではなく、東上鉄道という会社の路線でした。まあ、後にですね、東武鉄道と合併して、 東武鉄道の路線ということになるわけなんですけれども、大正は3年かな、1914年、西暦は覚えてるんですけれども、その年にですね、東上線は、現在の池袋駅からですね、田のも沢というですね、田のも沢っていうのはちょっと読み方が難しいんですけれども、漢字板が簡単です、田んぼの田にですね、面トップの面、面トップの面じゃ分かんないか、あの面白いのをも。 えっとなんてあ裏面とかおあの表面の面ですね。あのつな,んなんて言うんでしょうね。あの面。ねなんかそういう字あるじゃないですか。であとは、えー、沢ですね。沢は、えー、何の沢かっていうとですね。なんか駅名あるかな。沢がつく駅名。ちょっとわかんないですね。梶かじ沢口の沢って言ったいいのかな、まあ。そういうふうな漢字3文字で連なって。えー 野沢というふうに読む駅があったんですけれどもこれはですね現在の東上線川越駅から霞ヶ関駅までの間の入間川を渡る直前に位置していたというふうに言われていますただし現在の東上線の線路のところにはなくそこからやや離れたところに位置していたということも言われていますねまああの2年足らずで1916年つまり改良から2年で廃止になってしまう駅にはなるんですけれどもまあ視線的な 扱いともと、まあえー、まあ、改良当時は田野沢しか行かなかったわけですけれども、東上線自体は、えー、川越という町からですね、坂戸という町まで結ぶ計画はあったはずですので、まあ、あのー、なんだ、前置きというか、まあ、その坂戸へつなげる、まあ、 前の段階としてね、まあ多分なんか田野沢まで伸びていたのかなと思います。だから2年というね、まあ短命な駅ということもあるし、まあそもそもですね、それがあった時代がとても古いので、あまり田野沢駅に関する資料が残っていないということでね、まあ結構謎のあふれる駅としてね、まあ登場線が好きな、特に登場線の歴史が好きな方にはですね、まあ多く興味を抱かせるところだと思うんですけれども、 まあ今回ごめんなさい、池袋の話なのであんまり頼も座についてはお話できないんですけれども、まあそんな池袋からですね、頼も座まで1914年、登場線として改良しました。しかし、実はですね、その改良前にはですね、いろんな計画があったんですよね。実はですね、下板橋から先はですね、現在はもちろん右に大きくカーブを描いてですね、南下する形で池袋に至りますけれども、 池袋に行くルートとして計画はされていなかったんです元々はあの菅沼の方ですね今での山手線でいう菅沼とか大塚の方に伸びるという計画がありましたでこれは何でかというとですねまあ、簡単に言うとまあ、今の池袋よりも まあそ,あのその周りにあるや、今の山手線の駅でもある巣鴨とか目白とか、そこら辺の、まあ、大塚も含みますよね、大塚とかの方うが、まあ、栄えていたからということになりますよね、簡単に言えばね。もう池袋というのは別に町というわけじゃなく、もうもちろん駅がなかったわけですから、あのまあ、駅があったけれども、なん,なんていうんでしょうね、そのまあ、目白とかそういったところの方が。 まあその路線のターミナルとしてはふさわしかったのかもしれません。まあ、その当時のことが私はもちろん今を生きている人間ですからよくわからないのであんまり自信持ったら言えないんですけれども、まあ、ターミナルというのはそれなりにまあ栄えているところにしたいという思いはありますよね。まあ、東部スカイツリーライン、まあ、伊勢崎線だって浅草、まあ、本当はあの上野の方まで伸ばしたかったというふうな話や新橋の方の、えー ところへ伸ばしたかったって話もありますけれども、まあ浅草止まりになって、でもその頃浅草というのは、まあその当時は日本一の繁華街として知られていたので、まあ浅草ターミナルがふさわしいみたいな形になったじゃないですか。まあそんな感じで、まあ東上線の方も、まあ巣鴨とか、その当時はまあ栄えていたところを、えー、ポイントとしてしたかったんだと思うんですけれども、 そうですね、えー、実は池袋駅は、まあ、今もありますけれども学校が増えてきたんですよね、まあ、今でも立教大学とかそういうのありますけれども、えー、その当時から学校が増えてきて住民が増えてきて発展を、ね、見せるようになってきたわけなんですね、それで、まあまあ、途中、新四日を起点にしようかみたいな話が間に挟まるんですけれども、まあ、結局は池袋というところですね、現在の、えー、そこをターミナルにするという形で1914年を迎えたということになります。 ということで、今の流れからして、話のね、えー、東上線というものがですね、池袋駅を経由しないという形で計画をされていたということを、えー、伝えました、えー。ということで、今度はですね、西武池袋線について、まあ、昔は武蔵野鉄道という会社でしたけれども、えー、この西武池袋線もですね、巣、え、鴨、ー、の方を起点とする予定でしたね。 まあそれからまあ何らかの理由があってですね、現在の池袋を起点とするというふうな状態になりました。そして、池袋にはなくてはならない存在である山手線なんですけれども、まあ山手線こそ池袋を通るはずだというふうなイメージ、もちろんあると思います。 で、まあ山手線というのはですね、まあもちろん本当に歴史がね、よく深くてですね、えー、まあ一概には語れないのが正直なところなんですけれども、まあその当時はですね、品川線といって、まあ、品川から赤羽まで、つまり現在の山手線の、まあ、池袋からですね、品川までの区間と、まあ赤羽線の池袋から赤羽までの間を一体化して品川線という形で、まああの、運行されていたんですね。 でもちろんその当時からですね、まあ赤羽に経由すればですね、まあ上野の方にも線路はつながっていましたし、えー、まああの、まあそういう品川線と呼ばれるような、えー、路線以外にもですね、線路は伸びていたわけなんですけれども、まあ当然山手線というね、まあ環状線は存在しておらずですね、えー、まだ、あ、その今の池袋とか、そういう駅自体もなかったんですけど、まあ池袋から今は田端まで、まあ、山手線として伸びていますけど、ああいう線路はなかった時代なんですね。 だから、もう品川と赤羽をもうピストンするような運転をしていたのかな？あんまり詳しくはわからないですけれどもでその当時はですね。池袋という駅はなかったんですね。で、あの目白という駅があったんですよ。で、今もですね。まあ、山手線のまあ、線路の形というか、あの線形を見ていただけたらまわかると思うんですけど、地図かなんかでね。 あの目白から、まあ、その当時はその真上に行く赤羽方面にしか線路が伸びていなくて、まあ、豊島線という分岐線としてね田畑の方までつな、えー、げるようにしたわけなんですけれどもその分岐駅をですね目白にしようとしたんですよ。で確かにですね地図を見ていただければわかると思うんですけれども目白からですねまああの今の巣鴨や田畑の方へ分岐させるならばですね、まあ、今のような不自然なカーブは描かなかったはずなんですよ。その 目白からですね、まあ、ミリに、緩やかにカーブすればですね、ちょうどいい感じでですね、巣鴨に至れると思うんですよ。しかし、えー、確か、巣鴨の拘置所だったかな、まあ、そういったものがですね、えー、目白から分岐した場合はね、まあ、突っ込んでしまうというか。 そそういうふういいになってしまうらしまらんでですすよそのためですね目白から分岐させて巣鴨の方へ行くのはちょっとなーっていうのがあったらしくてまあ、目白のちょっと北に位置する、まあ、現在の池袋をここを分岐点にしようということでまあ、池袋という駅が開業したというふうな経緯がありんじゃないかああるあったんじゃないかなと思います。で、えー 現在はその池袋分岐的、分岐駅として、まあもう路線面は全然違ってますけどね、あの頃とはね。まああの池袋からああいう不自然なカーブで、まあ、田端の方へ至っているということになるわけなんですね。えつまりですね、池袋という駅があなかったそもそも。まあ今の池袋の真上は通っていたんでしょうけれども、まあそう,いう池袋という駅そのものがまずなかったということですよね。うん、うん。ってことは、うん。 まあ池袋というのはそういったと,ところから重なってまあ今のね、まあ、日本を代表するようなターミナルへと成長していったということになるわけなんですねはい、えー、ということでご視聴ありがとうございました